快適です。メーカーを選ぶ基準が気密測定してるかどうかだったので、どれくらいその性能よく、まあ、コスパよくというのが家づくりのモットーだったので、予算これぐらいしかかけられないっていう中で、実際そういう、こう高性能な住宅に住んだことなかったので本当に大丈夫かなと、まあ、社長をはじめの皆さんのご協力を得て、まあ、だんだんその不安も解消してきたので、もう不安なことあったら社長に相談すれば間違いないかなと思います。やっぱり、まあ、子供がちょうど家建った時はまだハイハイするぐらいだったんですけども、まあ、2年経ったんで、もちろん今走り回ってるんですけども、まあ、みんな笑って過ごしてるんで、まあ、そういうところはやっぱり、家づくりのいいところかなと思います。なんかもともとそんなに家づくりに対して、まあ、家は欲しいなとは思ってたんですけど、どんなのがいいっていうのが特にない中で任せっきりでまあここまで来ちゃったんですけど、簡単。でも今住んでみてすごく快適だもんね、ひなたくん。夜寒くないもんね、逆にね。やっぱそれが一番ですかね。あったかくて、で夏は涼しく過ごせるので、ね、やっぱアパートの時とは違うよね。そうだよ。間取りから自分でほとんど引かしてもらったんで、図面上で、描いてたものが形になっていくっていう、徐々に実感が湧いてくる、まあ、そういったところですかね。松尾設計室さんの YouTube チャンネルでいろいろ紹介されている中から、まあ、その指導工務店リストで茨城県を探すと、やっぱり鈴木さんが出てきたんで、まあ、試しに見に行こうかっていうふうなことで、アポなしだったにもかかわらずすごく親切に応対していただいて、またその場でいろんな質問をして もうすぐに答えが返ってくるっていうようなところで、まあ、ここしかないなっていうふうな、そういう思いで鈴木さんに決めました、ね。あまり不安に感じるっていうことはなかったですね。社長にこういうのできますか、こういうのできますかっていうふうに聞いたら、もう具体的にこういうふうにしたらいいんじゃないっていうふうなところとか、リビングとかちょっと広めに取りたかったんで、まあ、柱の間とか壁の間どのくらいのスパン飛ばせますかっていうふうに聞いたら、もういくつかけいくつまで飛ばせるよっていうふうなことで、もう具体的な数字で返ってきてんで、まあ、検討するにあたってはあまり迷うこともなかったかなと思います。まあ、とにかく寒くないことが一番。寒くない。もう本当に。やっぱりね、朝、冬の朝会社に行くのに、まあ、起きるのから辛かったらね、やっぱ大変なんで、まあ、そこが辛くなく起きれるっていうのがまず第一の期待するところですかね。初めて見学行ったところで見せてもらった歩ける吹き抜けは本当に感動して、もうすごいって、もう驚きで、もう絶対入れたいとは思いました。2週間ぐらい前に引き渡しの方が完了しました。ありがとうございます。一番初めにたまたま私の実家の近くで鈴木の建物を建てててこう目について、でそこからまあいくつかまあ調べて、うちのまあ候補の一つでまあ鈴木の方を、はい、やっぱ性能の面ですかね、はい、あとは結構いろんな方がこう多分今日来られてる方の方へブログとかやられて、そういうのも拝見しながらもやっぱ実際生の声というかそれを聞けるというか、そういうのが見れたので、ネットでいろいろ口コミとか聞けるんですけども、結構やっぱり想像と全然違ってたとか、そういった面でやっぱ鈴木はこうすごい安心して、やっぱそういうブログで実際立てた人とか見れたので、はい、あとはまあもちろん話にも何度か聞いたので、まあ、そういった面で安心できるっていうので、はい、結構やっぱり何でもこう言えば何でもこう答えてくれるっていうのが、まあ、一つの
安心な材料の一つでも、はい、そういった面でやっぱ社長すごい何でも知ってて、やっぱり一年中快適な生活ですかね。こうやっぱ夏暑い冬寒いっていうのが地味に応えるかなと思うので、はい、だそこら辺はそこの辺はちょっと期待して、まあ多分もう大丈夫だとは思うんですけども、はい、ネットで調べたら一番最初に出てきたからなんか家のことに関して調べたときに一番最初に出てきて、こだわりはないです、はい、みんなで住める家冬が嫌いじゃなくなりました快適